なんかリップのトーンめっちゃ顔色悪い。そう、これからお仕事だけど、あのズームで打ち合わせだからお家です。最近多いんだよね、ズーム。エゴちゃんとズームしてみたいわ。こんばんは。こんばんは。こんにちは。きなちゃんも出る。打ち合わせだけだから世に出るものじゃないけど、まあ参加しても怒らない優しい人たちとの打ち合わせなので出てきたら出てきただな。マニキュア変えた。プレイボーイのグラビア見てフォローしました。ありがとうございます。手振って。きなちゃん寝てる。黄色の水着なんて着てたっけ。妹がめっちゃ LINE してきて。
もやったっけ。じゃん、てん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 、これから何でもできる未来はいつだって輝いて見えるよ。卒業までの時間がないんだって、気づくの。あ、観覧車乗った、ありがとう。あかりんが褒めしてエゴちゃんのグラビア大好評で表紙もするかもしれない。どこで？嬉しい。あの、全然踊りながら喋れるんでコメントください。じゃあじゃあ、ちゃ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 、明日頑張れて声をかけたくなった。少し離れてる彼は僕みたいに、君、じゃあ君を遠くで思うだけか。じゃあちゃちゃちゃ、ラジオ聞いてたよ。ありがとう。死ぬ前に目で思ってた。すごい早起きかなのか夜更かしかわかんないけど、ありがとうございます。なんか楽しかったの？ラジオ好き、ラジオ結構好きな仕事上位ぐらいで好き。踊れた。なんか新曲さ、結構やってる回数少ないんだけど、いろんなポジションやってるから、お邪魔じゃになっちゃう。鎌田なつきさんが、エゴさんは3時に起きるって言い方が面白かった。どういうこと、どういうこと。ワイルドだなって思いました。2リットル時間を見せてます。しかも緑茶。7時からズームだから7時までにはやめます。
めっちゃ連絡くれん妹。やっぱ若いんで会話のスピード早いし打つの早いから。しながらショールームしてみる。無理。そう、7時まで結構時間あるんだよね。だから一回寝ようと思ってたんだけど寝れなかったからショールームしてみた。もうとうとう携帯変えようと思います、次の休みに。なぜかというと、もう充電ができないからです。充電がたまらない。意外とショールーム配信してくる。配信好きだから、ほんと感覚的にはラジオぐらいの感覚。ラジオってなんかあんま、なんて言うんだろう、気張らなくていいっていうか、これ好きなんだよね。それと同じぐらい。電池変えればいいんじゃないのって言われた。でももう2年は3年ぐらい使ったから、もう良きかなと思います。そういうあれがないともう買えないから、自分で。私あんま携帯にこだわりないから、だからいいかなと思って。もう 10S のね、なんか保護フィルムとか全然売ってないんだよね。この前買おうと思ったら売ってなくて、 Amazon で買ったんだけど。だから買えます。13人何色にするの？え、白かピンクか迷ってる。ピンク可愛いけど、でもなんかケースとか結構選ぶかなと思って、白がいいかなって思って。多分白。
ヤホン元気？イヤホン元気？壊れてないってこと？使ってるかなってこと？使ってますよ。何の時間？何の時間？何の時間と言われたらとても難しい。仕事まで時間があるから配信。もう俺充電できてない。何なの？壁紙教えて。壁紙って何？待ち受けってこと？ホーム画面はトンチキ先になっちゃう。あ、そう、トンチキ先になっちゃうの話をラジオでしたんだけど、なんかそのシュープレの撮影に行った時に、あのその私の撮影現場に来てくれてたスタッフさんがさきなちゃんの写真集担当してた方で、そのスタッフさんが朝一で、あのなんかトンズキさんがなんか写真集買ってくれてありがとうございますって伝えてほしいって伝言預かってきましたって言ってくれて、こちらこそありがとうございます。なんかこう新しい曲をもらうたびにこう歌詞をよく読んだりするじゃないですか。なんか私的のあれだけど、まあなんか歌詞のなんか解釈って人それぞれだから、なんか自由だと思うんだけど、自転車のベルで伝えたい、ソロ曲の自転車のベルで伝えたいってその学生の歌じゃん。で、まあ、女の子の気持ちを歌った曲なんだけど、その好きだけどなんか気持ちで伝えられないみたいな。でなんか誰が読んだか噂の自転車少女よって言われてるぐらいだから、多分なんか振り向いてくれてないかもしれないけど、なんとなくなんか存在自体には男の子もなんか気づいてると思ってて、あ、気づいてないと思ってる女の子の歌を歌ってるから気づいてないんだろうなっていう気持ちで歌ってはいるんだけど、なんとなくなんか気づいてるか、その2番で出てくるその部活の仲間とこうワイワイ投稿してる時に、なんかその友達とかがなんか毎朝さ通る女の子いるよねみたいな感じで噂してるのを聞いて、なんかちょっとなんか知ってはいると思うって思ってて、で新曲のあの頃の君を見つけたは、あの大人になって
ったなんか音男性目線の曲じゃん。え、なんか実はその自転車のベルで伝えたいが、そう過去にあった話でつながってる世界線って面白いなと思いながら歌ったりする。知らないよ、知らないけど、なんかえそうだったらなんかちょっとキュンとするなって思った、第三者目線から見て。だから実はさ気づいてて好きだったりしてたら面白いよね、自転車の時に。だけど男の子は気持ち伝えていけばよかったなって後悔してるっていう。懐かしい木漏れ日が揺れる通学路に、だからあの時の通学路を大人になってから通って自転車のベルの時を思い出してるみたいな。夏の制服が似合う後輩たち、自転車を押して歩いた距離が青春だと。でもなんかすごい自転車押して一緒に帰ってたりするから、実はそれあれからちょっとなんか仲良くなって一緒に下校したりするぐらいの仲にはなってるっていう設定のでの話ね。自転車を押して歩いた距離が青春だといつか気づくのだろう。その時は気づかなかったんだ。すぐ近くに好きな彼女がって思い伝えて気まずくなるくらいなら切ない。友達でそうやって思いながら歌うとめっちゃ切なくなる。あの頃の君を見つけたんだ、死ぬ前目で追ってた、どこかにいるのだろうと考えてみたけど。あ、そうそう、だから自転車のベルで伝えた女の子目線の曲で、だけど実は男の子も好きだったんじゃないかなっていう、で大人になった今もなんかちょっと重ねて思い出してるんじゃないかなっていう私の勝手な考察。なんか好かれているわけじゃなくて切なさ、僕の初めての今だって好きな。これから何でもできる未来はいつだって輝いて見えるよ。リュックサック少しずつ軽くなって卒業までの時間はないんだって。
った女性はどう思うんだろう、どう思ってるんだろう。でもなんかもう連絡も取ってないんじゃないですか、会ってないんじゃない。合ってないと思う、歌詞的に。男の子は後悔してそう、後悔してるからそんな風に思うんじゃないですか。あの時ダメでも気持ち伝えておくべきだったって大人になった今でも後悔してるんだよ、学生の時の恋愛を。今だって好きだよ、だって彼は僕みたいに、はあ、明日ソロライブのサンプルもらいに行こう。なんか来てるって言ってたから、 T シャツ大きいサイズもらえたりするのかな。もらえなかったら買おう自分で。この世にいないパターンだったら泣ける。それめっちゃ辛いじゃん。それで後悔してるってこと。確かにそれは、なんか辛すぎる。ちょっと辛すぎてあんなポップな曲調で歌えないかも。マジで辛い。それこそリベンジャーズしてほしいですね。曲名を教えて。スキー4828枚目のシングルのあの頃の君を見つけたっていう曲の話をしてます。9月1日に発売されました。ぜひ聴いてください。今のは多分ね、きなちゃんの声じゃなくて隣のお家のワンちゃんの声ですね。でもそれで反応してきなちゃんが今起きてきた。きなちゃんおはよう。おはよう。起きたの？きなちゃん。いっぱい寝ましたか？みんなに見てもらったら、ここへぴょんは見て、いくよ、せーの、ぴょん。
トリミングしました。寝起き、うん、あ、ゴロン、ゴロンですか。あ、かわいいね。かわいい腕枕。眠いの？眠いね。寝ちゃうかもね、このまま。ちょっと腕外してもいいかな。よし、はい。今日こっちからにした方が顔見えるか。寝そう、赤ちゃん。眠いね、まだ。お隣がワンって言ったから起きてきたけど眠いね。なんでそんな可愛いの？かわいい。なんやこの生き物。かわいいですね。見てるよ、きなちゃんのこと。寝な、まだ寝てな。うん、いいね、そこで寝な。なんだあの生き物。結構私が携帯とかいじったりすると怒るんで、撫でながらいじったりすると。そんな端っこ行ったら落ちない？ソファーか落ちない？かわいい。きなちゃんは家族の中誰に一番懐いてるの？ゆうなちゃんですね。
妹のことは遊び相手だと思ってる。遊んでくれる人。寝てると思ったら全然寝ないじゃん。時間はないんだって。影で可愛がってるのはパパだね。興味なさそうに装いながらめっちゃきなちゃんのこと大好き。私が家族にね、きなちゃんを飼う前に相談した時に、犬って一番言ってたのがパパなんだけど、一番メロメロですね。ママはなんか止めて もう私がもう一目惚れで、もうきなちゃんのことが好きすぎたから絶対連れて帰ってくるだろうなって思ってたって言われた。妹です。反対側に移動しました。かわいいね。
狐みたい。写真撮ろう。ゆうなさん研究生特集出るの出ないでしょなんで出んの出ません。昨日はリセット公演がリバイバルされてたみたいで、結構なんでユニットあれだったんだってめっちゃつぶやかれてたんだけど、ユニットだけはあの志願しました。同じポジションでやりたいって。もうあの機会がなかったら歌わないかもしれないし、この先ましてや自分のポジションでなんて多分ないから、ユニットはユニットだけを志願しました。やりたかったんよ。逆に他のユニットならまだコンサートとかでやりそう、やれそう。やっぱ思い出の一番思い出の公演だし、一番思い出深いユニット曲だから。ねえ、うなずいて、そう、今日の日よりも愛し合うように。まあリバイバルのいいところってそういうなんか懐かしさを感じるっていうのがなんか醍醐味みたいな。ちゃん見てたら眠くなってきた。妹でした。皮膚ね、ちょっとやっぱ体が病み上がりって感じした。もう治ってから結構経ってるんだけど、それからなんか何曲も踊ったりとかしてなかったから体が病み上がりでした。絶対もっとなんか今までめちゃくちゃ体力が有り余ってる毎日公演とかライブとかしてた頃に比べたら
踊れんかったですね。もっと軽々踊ってたんだろうなって。踊れなかったって踊ったんだけどもっとなんか余裕持って踊ってたなって、あれぐらいの曲数だったらって思った。まあでも楽しかったです。ハーレー・ダビッドソンのパーカーが意外だった。あれハーレー・ダビッドソンのパーカーの古着なんだよね。だから全然知らずに着てた。ハーレー・ダビッドソンって何？バイク？そうなんだ。普通になんかデザイン可愛いと思って古着で買った。ごついバイク？そうなんだ。匂わせかと思った。何の何の匂わせ。以前よりやっぱ少し体力落ちた。それはもうもちろん。でも11日公演だからちょっと万全にしないと。明日も踊るんでね、みんな見てください。配信明日は配信絶対見て、ね、踊る。しかも8人だからよく映ると思います。トークだけじゃないんだな、それが。きなちゃん可愛い。きなちゃんは可愛いです。匂わせ？何の？匂わせというか告知告知やで。今あった匂わせするようなことあった？あ、眠たい。ソロ曲初披露やんないでしょ。ソロ曲はやりません確定事項。残念ながらやりません。明日はそういう日じゃないんで。大好きのね、誕生日なんで。誕生日っていうか劇場デビューの日なんで。ソロ曲やるんだったらもうちょっと匂わせたわ。じゃあチリリ
されている。 SK48 アイドルデイズ東海ラジオ冠番組争奪イベント開催決定。上位メンバーは東海ラジオ冠番組を担当。なんとねこれ1位になると1時間ラジオで生放送できるんですよ。東海ラジオで一人で。でもアイドルデイズのことをちょっとあんまり分かんないんだけど私。あんまりちょっと詳しくないんだけど、ラジオ好きだからやりたいな。2位だと収録で30分、3位だと収録で15分のラジオ、1位だと生放送1時間。アイドルデイズ、やりたいラジオ。1時間ですよ、1時間生放送。何でも何でもできるよ。コンシェルジュの設定が17で早め表明が必要で。お、やりたい、ラジオしたい。みんなからのメールも読めるし、曲も書けれるし、何でもできちゃう。まあ、チョコも食べれるかもしれない。え、ちょっとじゃあ今からリツイートしよう、やりたいって。アイドルデイズやってないわらって人もいると思うんですけど、始めましょう。ここから。あのゲームはレベル関係ないから今からでも大丈夫だって。私もアイドルデイズしよう。でもなんかさ、自分さえ育成するの恥ずかしくて嫌なんだよね。この時前髪短いし理由そこ？前髪短いし太ってる。
ゆうなちゃんインストールしてるよ。今なんか開いてみた。ローディング。風が冷たい10月の朝、いつもの時間ちゃんと確かめてか。どれぐらい前ですか？え、めちゃくちゃ前だよ。だってなんか追加で撮影とかしてないの？ガチャは金曜の開始まで待った方がいい。オタクのみんなだって。アプリってなんて調べたら出てきます？SKE48 アイドルデイズ。久しぶりに。やりたいって思った。パズルゲーム得意。知ってる？私パズルクラブ3年間入ってたから、小学校の時。来たんですか？どっか行ってしまいました。お水飲んでます。パズルクラブあったの？パズルクラブっていうクラブがあったの。ジグソーパズルしたり数読したりしてた。って可愛い顔しているんだ。ここ来る？どうぞ。やだね、ソファーがいいね。ここがいい？いいね。いいね。やだか。ベロなんかこんな可愛い。膝の上に座ってるね。
つむつむはパズルゲームですか。え、パズルゲームなんじゃない、最近やってないけど。一時期めっちゃやってたな、つむつむ。まだ眠たそう。オタクのみんな、デッキ組むときもスキル見た方がいいよ、得点結構変わるからだって。偶然装い通学路で会う風格、呼吸をしながらペダル踏み、雲に自転車のペダル鳴らして、あなたは私に振り向かせたい、カラオケしましょう。カラオケしたいな。え？今？でもイヤホンさせないんだよね。カラオケ。カラオケ機械欲しい、家に。チリチリンのフレーズがめっちゃ好き。あれね、チリリリンなんですよね。チリリリンっていうワードなんて、あの、普段生きてて使わないじゃないですか。チリリリンってだからあの、こう歌練習してる時に、その歌の先生と、これはチリリリンなのか、チリリリンなのか、チリリリンなのかっていうのでちょっとした話し合いが行われた結果、まあチリリチリリリンだよねってなって、チリリリンって歌ってるこれはもうあの、私の曲なのでありがたいこと。チリリリンにしましたチリリリン、恋の合図、なんか音程とかもだから自分でなんか こっちの方が歌いやすいって言って変えたとことかもある。どこだっけ、一
つもと同じだった気がする。いつもと同じがなんかしっくりこなくて、一番は偶然予想いなんだけど、いつもと同じがなんかしっくりこなくて、いつもと同じに変えた。歌い方はね、だから1番と2番のちょっと違う。でもなんかレコーディングをっていうか、だから音を取ってこのその CD にするまでに関わってくれたそのスタッフさんがなんかすごい声がいいって褒めてくれてたよっていうのをこの前スタッフさん伝えで聞きました。グッモーニング、うん、グッモーニング、あと、ね、どこだったかな、10月の朝って歌ったかな。でもなんかちょっと恵まれたよね、曲にめちゃくちゃ歌いやすくてキーが、だからあの曲だから発揮できたんだなと思うとよかったですね。初めてのソロ曲があの曲で、10月の朝、朝じゃなくて朝切るって感じかな。いつもの時間ちゃんと確かめてから、あとの D メロめっちゃ息継ぎ大変。ごめんなさい、その真ん中一直線に人と人のその間を抜けるなんて大胆すぎる作戦なのよ。誰が読んだか噂の自転車少女よ、気に留めて。今日はもうそれだけ覚えて帰ってください。チリリリンだから、お腹すいたな。ズームの準備は大丈夫、もうこの画角でこのまま配信するから。ズーム、カラオケで入れば歌いに行くのに。カラオケ入ってないの？
10分でやめます。あと10分でやめて、きなちゃんにご飯あげて、ズーム会議する。今筋肉痛なのは、筋肉痛っていうか、なんか体痛いなって思うのは左肩、左膝上、内もも。洋服買いたくて、でもなんかやっぱ衝動買いしちゃうから、最近はあの欲しい洋服スクショして洋服ホルダー作ってる。でなんかさ、欲しいブーツがあるんだけどさ、なんか表記が SML でなんか書いてなかったの。 S は何センチから何センチぐらいみたいなの書いてなくて、多分 M でいいんだけど、不安じゃない？通販で靴買うのって。どのタイミングで買う感じ？いやなんかさ、この服なんか似てるじゃんみたいな服を買っちゃったりするから、一回その写真でリスト化して目に見える形で、いやこれとこれなんか似てるからどっちかでよくないみたいな。でもこのブーツなんと名古屋に店舗がないんですよ。ってなるともう東京に行くタイミングが別にないでしょ。でその前に売り切れちゃったよ。だからネットで買うしかないんだけど、だからお問い合わせフォームにメールしたんだけどね、返ってこないですね。まだ初めて使ったんだけど、お問い合わせフォームとかなんかさ、まあ、安い服ならまあちょっと生地薄いけどまあいいかってなって消えたりするけど、靴って結構さ大事じゃない？結構大きい買い物だよ。だって私増税前に靴買ったぐらいだもん。あんま靴買わないんだけどなんか増税するタイミングでなんか買った方がいいかなみたいな、すごいなんかその増税っていうなんか波に乗せられて靴買ったねブーツ買いました。だってなんかもう毎日さ増税のニュースだったじゃん。もうあと何日で増税するみたいな。なんか買った方がいいかしらってなってる。美味しいんだよね。もう買うのはもう確定なんだけど、な
んかその M が23センチで L が24センチだとするじゃん。じゃあそのサイズ感がそれって結構違くない？私 23.5 なんだけど、めちゃむずくない？24で中敷き履いてちょうどよかったらまあいいけど、結構 23.5 の中でも23寄りの 23.5 だと思う。だから 23.4 とかだと思う。だから難しい。だからなんか23が履ける時もあるの。靴難しい。だから早く返事来ないかな。まあ M だろうな普通に考えて。でもなんか大きいのって歩けない、歩けないじゃん。私前大きいちょっと1個大きいサイズ買って中敷き入れても入れてももう歩かかとが余っちゃって靴その靴で歩けなかったことがあるんだけど、まあ、ちっちゃかったらまあ多少我慢すれば履けるだから靴やって試着するのと実際に使う、え、そうなんだよね。歩くと違うとかあるよね。いやだからきっと M なんだけど、まだ M を買うカートに入れる勇気がなくて結構3日前ぐらいから悩んでる。廃棄しないと売り切れそう。いやなんか返品聞かないっぽいんだよね。なんかそのやつが予約商品なの。だから早く買いたいんだよね。予約商品で三角マークが出てるってことはもう結構やばいよね。10月から11月に入荷予定の靴です。東京にしかないよ。大阪にもあるかな。誰か東京に住んでる人履きに行ってくんない？でもまあ履きにも行けないんだけど、とりあえず今ないからまだ店舗に。なんかお店の人に聞きたいんだよ、これはどんな感じですかって。何回見てもさないんだよね。サイズ SML としか書いてない。迷ってるならやめるべき。いや違う、買うことは確定してんの。迷ってんのはサイズだけなの。欲しいんだよ。とりあえず全サイズ購入して足の大きいメンバーにプレゼント。そんなお金持ちじゃないよ。
やこれ M だな、きっと M。 よし、そう思うなら M にしよう。めっちゃかっけーじゃん。まあでも45分になったことだし M 買いますね、今ここで。今ここで。M の靴を予約します。ちょっと待って、予約したらやめるわ。いやもう買うつもりではいたからね、この配信が後押ししてくれた。いやこれが 23.5 って表記だったらこんな迷ってなかったんだけどな。もうすぐ買ってた、すぐ。こんな緊張する買い物ない。はいはいはい、 M サイズです、この色です。 OK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 。 はい、ご注文しました。これでさ、頼んだのにさ、この後来るんだよ。待てばよかったじゃん、こういうとこ。ほんと大型いいや、欲しかったから。届くのは10月から11月って書いてあった。はい、ということでありがとうございました。また明日ね。明日配信見てください。バイバーイ。